トレイ・ポーターです。川島まず決めていきました。川島瀬名、古野からノーマークにして石井のスリーポイントを入れ返す。何かこう柔らかな放物線を描きました谷のシュート。さあここは古野だ。古野も入れ返す。いや、お互い入るときには本当に入れ返す展開になっています。ここは高田渉のスリーポイント。富山渡辺がボールをコントロール。谷、飛び高ディフェンス。谷のスリーポイント、美しい放物線。谷へ、谷からデカン・ジョーンズ。ジョーンズ突進する。ここは決めました。破壊力ありました。デファン・ジョーンズ、ここから狙っていく。射抜きましたデファン・ジョーンズ。この流れ、さあ入れ返しておきたい愛媛ですが、ライアン・クリーナー、ゴールを向いてターンから、これは綺麗なターンから決まりました。松崎が組み立てる。これは中入ってきた浜田が、その後トレイ・ポーターもフォローしていきました。ここは苦しい流れ。さあ西宮はこの流れ一気に自分たちのものにしたい。おお、ジョーンズだ。また来た、止まらない。アンストッパブル。そして第2クォーター終了。愛媛としては早い段階でパスカット。トレイ・ポーター、ここはダンク。さあ早く仕掛ける松崎。中西はミドルから狙っていきました。中西のショット決まっている。飛田、大野、ライアン・クリーナー、中入って、アンドレ・フィッツジェラルド、星野、フィッツジェラルド、ボールが動きました。ここで森山ヘッドコーチがタイムアウト。ここでターンオーバー。フルド、星野、ディープスリー、遠目から、ここはフィッツジェラルド。余裕があります。20点以上のリードがある。堂原、満を持して堂原のスリーポイント。最後のリバウンドはデカン・ジョーンズ。大量リード、94対63。西宮ストークスが